初めまして赤野ですえまずですね皆さんは自分が想像もしていなかった人生を送るようになったっていう経験ってありますかねまあそれっていい意味も悪い意味もあると思うんですけどえ僕はあります、まあ、自分自身ではまあいい意味かなって思ってるんですけどもえ僕は今イスラエルにあるテルアビブ大学というところで電気電子工学を勉強しながら えー、そのかたわらヘルスケアやメディカルテクノロジーの領域で日本とかイスラエルをつなぐ事業をする会社を起業していたりとかですね、えー、現地で、えー、日本人に向けてゲストハウスを運営していたり、まあ、いろんなことをしているんですけど1年前は僕はこんなことしているだなんて夢にも思っていませんでしたでまあ皆さんイスラエルと聞いて。 どんなイメージを思い浮かかべますかねちょっと考えてみてください。おそらくこういった紛争とか宗教っていうものがまずパッと出てくるんじゃないかなと思うんですけど日本でまあこれは事実ですけど日本ではあまり知られていない一面もありましてそれって中東のシリコンバレーって言われているほど技術開発だとかスタートアップが盛んな国でもあるんですね。 でそのバックグラウンドを聞いた上でああ、だからあいつはイスラエルに行きやったんかとはならないと思うので、まあまあ、なぜイスラエルに行くようになったのかということを今日はちょっとお話しさせていただこうと思います僕はですね2年半前までここ大阪大学の私学部の生徒でしたそして2015年4月16日まさにこの会場のあの辺の席で 大学主催の留学セミナーを受けてたんですね。で、その時僕は自分を変えたいなって思ってたんです。振り返ってみると、高校の頃はバンドとか部活とか、えー、学校行事とか、まあ、そういったことにまあ熱を入れてですね、好きなことばっかりしてたんですよ。そして、進路選択する時にまに真面目にちょっと考えてなかったんですね。で、まあ、父親が歯医者のものですから、まあ、その。 仕事を見てみるのもいいかなということで大阪大学歯学部に進学しましたなぜかちょっとテンションが低いんですけど <laughs> えと進学しました、まあ、これはもっさもさですね受験後のところででこう生きようよとねこう初日行くわけですよでよくわからないこう知らん人たちと座ってオリエンテーション初日教授ががらがらと入ってきてこう僕たちに言うわけなんですね皆さん入学おめでとう これから皆さんは6年間勉強して立派な歯医者さんになるんやでって言い張ったんですね。その時僕はよっしゃー立派な歯医者さんになったろとは思えなかったんですね残念ながら。その時に、えー、なぜあのそんなむしろ 俺歯医者ななるんやなんかえらいとこ来てもうたなって思ってしまったんですねけどそんなことをもう考えたらわかるじゃないですか歯学部行ったら歯医者さんになるなんて、まあ、けどそんなこともちゃんと自覚せんまま入ってしまったんですねでそっから初めて自分というものにちゃんと向き合ってみたんですねそしたら何かこう何もしてないのになんかすごいにちょっと影響を与えてみたいなそんな風に思ってる自分が見えてそれがすごい嫌いで嫌いで。 どうにか変えたたいなと思ってみたんですねでまず、お前がやりたいことは何やねんとまず行動せよって思ったんですけどそれを問いかけたところで何がしたいか分かんないんですよねだって考えてみてください高校の時に朝起きてもうパンクいながらですよ学校行ってで授業を受けてほんで部活して塾行って授業を受けて自習室行って家帰ってご飯食べて寝るで次の日もそれの繰り返し。 同じサイクルをずっと続けて同じコミュニティの中でずっと過ごしていた人に対してじゃああなたのやりたいことは何なんですかって言われた時にいや、わかんないですってなるじゃないですかで僕もその中の1人だったんですねでその時考えてみると僕はこの社会にどういう人がいてどういう職業があってどういう課題があるのかっていうことを全然知らんなって思いましただからシンプルに、 そういう社会のことを知りたいなっていう、えー、好奇心みたいなものがそこになってようやく湧いてきましたとりあえず今,今僕は空っぽですまあそれは今まで何もしてこなかったから、まあ、それは認めますと仕方ないけどここからどういうふうに自分,を自分に水を注いでいっぱい中身のある人間していったらいいかなっていうふうなことをそこから考えるようになりました で、ちょっっとずつ自分の人生が変わり始めたなって思います。それからというものをとにかくいろんなことをしましたいろんなとこ行っていろんな人と会っていろんなことをしました別に何をしたかっていうことはどうでもいいんですけど、まあ、そこで気づいた一番大きいのは、まあ、ちょっとありきたりなんですけど、まあ、胃の中の数やな自分ってって思ったんですねだからもっと、まあ、そういうことを繰り返していくうちにもう自分が会ったことないような人と会ったりとか今まで当たり前だと思ってたこと がひっくりり返されたりとか、まあ、よくあってもっとそういう体験をしたいなもっと社会を知りたいなってなってで世界を見てみたいって思ったんですねで海外に行ってみたいそういうふうに思うようになりましたで次どうしようかなって考えていたときにある言葉と出会いましたイスラエルって技術大力国らしいよいおおそうでいくかって感じじゃないですか僕はなぜかこれにすごく惹かれたんですね まあやっぱり皆さん、先ほどシェアしたようにイスラエルってそういうイメージないじゃないですかかつ、僕の周りでイスラエルに行ってますみたいな日本人も誰もいなかったんでこれはちょっとおもろいぞってなったんですよね、自分の中で行ってみようってなってなんだけどイスラエルに知り合いなんてまあいないじゃないですかなので知ってそうな人にとりあえずこうアプローチしていって働けるところないですか行かしてくれませんかっていうことをとにかくお願いしていったら。 なんと向こうのスタートアップの方と面接とかをまあセットアップしてくれてで最終的にはこんな感じでイスラエル人え6人に囲まれてえ向こうのスタートアップで2か月間インターンしてましたまあこれだけ見たらお前これ六本木で写真撮ったんちゃうかって思う方いるかもしれないんですけどこれちゃんとイスラエル撮ってますでえここをね2か月過ごしているうちに ある過去を思い出したんですね僕は、まあ、入退院結構繰り返しててで過去に手術も4回してますでその時に、まあ、全部カテーテルという細い管を使って行う、まあ、手術でしていただいたんですけど肺とか心臓をいじってるにもかかわらず傷がほとんど残ってないこれってすごいことじゃないですかそれに驚愕してあそういう 技術に助けられた僕もそういうものに興味があるやってみたいなって思ったんですねでイスラエルってどうなのかって聞いたらあの医療関係に絡んでいる方はちょっとご存知かもしれないんですけどあのメイドインイスラエルの医療機器って結構 CT とかであるんですね。 で実際、データ見てみたら人,人口1人当たりの医療機器特許数が世界1位だったりとか、まあ、先ほど言ったスタートアップの全体のうちの16%がライフサイエンス、まあ、いわゆるこう健康とかに関わるものに取り組んで事業を行っているというところがあって、まあ、結構でかい市場なんですねでそこで自分の興味とこういう環境が整っているとでかつイスラエル×医療で何かしている日本人ってまあいなかったんですよ。 でその現状を見たときに僕はこう思いました、俺やらな、誰やんねんって、もうそう思ったときから、イスラエルに行きたい、残りたいって自然に思うようになりました、で最終的にまル、あ、ビルユ大学に編入して、まあ、残ることになったんですけど、実際、渡りますってなったときに僕は一つ目標を立てました、それが、イスラエルのヘルスケアといえば赤のという存在になるということです。 これ普通に考えたら無理じゃないですかそれまで2ヶ月しかイスラエルにいてないしかも別にメディカルのプロフェッショナルでもない自分がそんな人間になれるのかなってすごい不安だったんですけど、まあ、前例のないこうコースを取ってしまったので、まあ、そこまでやり抜きたいなという覚悟で臨みましたでそこからというものをまずはブログで情報発信し始めました これ今でも海外スタートアップなんかまとめとか調べたら Google で一番出てくるんですけどまあそういう感じで好評だったのでそこから独自でまあサイトを作ってまあイスラエルのヘルスケアとかメディカルテクノロジーに特化した情報を発信し始めましたでそのようにして取材とかまあリサーチとかを重ねていくうちにまあイスラエルのヘルスケアコミュニティまあサイレンのコミュニティのファウンドアの方と仲良くなって明日から始まるイスラエルのデリゲーションとかもサポートするようになったりとか 1>, 1年前は全然素人だった僕がこういった事業だとかえこういう講演活動につながるようになりました確かに僕はすごく遠回り回り道をしたかもしれませんけど僕はそれに対して一切の後悔してません僕は過去に経験した体験とか出会ってきた人とか 失敗とかあって全てつながってると思っててあの時のあの言葉がなかったらイスラエルにも行ってないしまあ僕は東京でいた時にまあシェアハウスで住ましてもらってたんですけどその経験がなかったら今イスラエルでゲストハウスなんかしてないですしもちろん健康第一ですけど手術もしなかった医療機器なんて興味も持たなかったでしょうだから皆さんにお伝えしたいのはあえて普段やらないようなことを 思い切ってやってみたらどうですか初めはちょっと気持ち悪いかもしれません。例えば、小さなことでもいい。家に帰るときにいつもと違う道を通ってみる。もしくは、今、座っている隣の人に話しかけてみる。その選択がいつ何が起こるかわからない未来に大きなきっかけを与えてくれる。その可能性があるかもしれません。なぜ僕がこのような話をしたかというと。 こういうイスラエルでいろいろやっていることに至ったのも大学1年生の時に感じた悶々とした気持ちがスタートだということですなんで自分はもう熱意を持ってこれやりたいっていうものがないんやとかやりたいものがない自分なんてだめなやつなんだって思う方もしかしたら僕みたいにいるかもしれませんけど僕は それはあなたがダメなやつなんじゃなくてただ自分の中の選択肢が少ないだとか知らないだけなんじゃないかなと思います自分が知らないことを悩んでも時間の無駄だと思います自分が想像できないことだからですだから僕はまず知ることで自分にとって大切なことそしてそうでないものを判断できるんじゃないかなそう思います なので選択肢を増やせる環境へ飛び込んでみるということで皆さんが想像もしていなかったようなきっかけや出会いがつむをつかめる鍵がそこにはあるこれが僕が2年間回り道をして今日皆さんにお伝えしたかったことです。ありがとうございました